RD-180RD-180 RD はロシアで開発された RD-170 の派生型のロケットエンジンである RD-170 はターボポンプ1機で4つの燃焼室を持つのに対して RD-180 の燃焼室は2つである外見上は2機のロケットエンジンに見えるがそれが1機の RD-180 である ジェネラルダイナミクス社によって1990年代初頭にアラスロケットに採用された。プラットホイトニーによって一部生産された。エンジンは P&W と NPONA5 マッシュのジョイントベンチャーの RD&OS から販売される。RD-180 はケロシン液体酸素を燃料とする2段燃焼サイクルである。酸素リッチの予備燃焼室からのガスで、 ターボポンプを回転させる。酸素リッチの方が単位重量あたりの出力が大きいからである。その代わり、高圧、高温の酸素リッチのガスがエンジンを循環する。4機の油圧アクチュエータでノズルを動かす。RD-180 の燃焼室は2つあり、RD-170 燃焼室は4つのように1機のターボポンプを共有している。 r d 百八十は、ケロシンと液体酸素を推進剤とした高圧二眼燃焼サイクルによって高効率を達成している。アメリカの燃料リッチの設計とは異なり、酸化剤と燃料の比率が二点七二一で酸素リッチになっている。熱力学的には、酸素リッチで予備燃焼させる方が、重量あたりの出力が高いが、高温高圧の酸化性ガスが、 エンジン内を通過するため材質などに対する要求は厳しくなる。他の特徴として、出力を40%から100%に変えられることと、強力であると同時に頑丈であることが挙げられる。2000年のアトラス E 以降、RD-180 の供給は順調に継続され、アメリカとロシアの宇宙開発における協力の象徴になっていた。しかし、 2014年3月にロシアがウクライナに軍事侵攻したためアメリカはロシアに対して制裁を発動することになり、その報復としてロシアの副首相であるドミトリーロ・ロゴージンは2014年5月に RD-180 の今後の供給の停止をほのめかす発言をした。また、同時期にアメリカ国内からも安全保障に直結するロケットの 機関部品のロシアへの過度の依存を疑問視する声も以前に増して高まり2014年8月に大体のエンジンの開発が着手された大体のエンジンとしてブルーオリジンの BE-4 とエアロジェットロケットダインの AR-1 の開発が進められる2015年1月にオービタルサイエンシズは政府からエネゴマッシュから60機のエンジンを 購入するために必要な許可を得た。2017年11月8日に、ロシアのラジオ局は、中国とロシアが、ロシアの RD-180 ロケットエンジンの中国への輸出の可能性を議論していると報じた。ロシア当局者は、この協力には、RD-180 完成エンジンの供給だけで中国側が求める、技術移転やライセンス生産も含まれず、 関連する生産技術を中国に直接移管することはないが中国側の需要に応じて新型のロケットエンジンを開発する可能性が高いとされる RD-180 は計画ではロシアのロシア連邦宇宙局で開発中の新しいルーシー M ロケットに使用される予定だった1 9九十年代初頭ジェネラルダイナミクス社の宇宙システム部門は イーラブ、イボルベド・イクスペンデベル・ローンチビヒクル、発展型使いステイロケットとアラスロケットに、RD-180 を使用する権利を買収した。これらは商業打ち上げだけでなく、合衆国政府による打ち上げも行うと考えられた。ため、エンジンを、フラットホイットニー社で、並行制する計画もあった。しかし、これまでのところ製造はすべて、ロシア国内にて実施されている。 このエンジンは現在、ロシアの開発会社であり、製造会社でもある n p o n ゴマシュと、フラットホイドニートの合弁企業、RD&OS によって販売されている。RD-180 は、アトラスイヤ・ R ロケット、R は、ロシアのことに装備された。アトラスイヤ・ R ロケットは、それまでのメインエンジンを、ロシア製エンジンに乗せ替えた、アトラスイヤロケットである。 アトラス E や R ロケットは後にアトラス E へと改名されている。さらにアトラス V の第一弾であるコモンコアブースターに使用するための追加の開発計画が推進された。アメリカ航空宇宙研究所及び大学宇宙研究協会の顧問でプリンストン大学の元教授であるゼリリグレーは将来の NASA の重量物打ち上げロケットに RD-180 を採用するよう提案した。ロシアへの信頼が課題であると懸念する人々に対し、r d アンロスはアメリカ製の RD-180 を生産しているのに近く、NASA からいくらかの財政的支援があればそのエンジンの生産を、そして RD-170 と同等の170万ポンドの推力でさえもおそらく数年以内に開始しゅうると彼は指摘している。 RD-180 をアメリカで製造するために必要な書類と法的な権利が入手できるにもかかわらず NASA はロシア製エンジンと同等以上の性能を持つ大水力エンジンの開発能力を確保するためとい名目で独自エンジンの開発を起としている NASA は2020年頃に国防省と共同で新型エンジンを開発する予定である2010年10月 ある韓国系アメリカ人が、韓国の KSLV-2 のために、RD-180 及びその関連技術をアメリカから韓国に不正輸出しようとして逮捕され、懲役57ヶ月の判決を受けた。この男は、30年にわたって、韓国への先進武器を一手に供給してきたと自供しており、RD-180 と同時に、 M61 バルカンやロシアの防空システム及び、その部品 SU-27 も不正輸出しようとしていた。また1989年にはサリンをイランに不正輸出しようとして逮捕され、懲役39ヶ月を宣告され、その後出所していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。